もジョニクロ TV です。ドンです。かけるです。よろしくお願いいたします。皆さんちゃんと YouTube を作ろうということで、うん、今日はですね、僕ら結構割と即興が得意ではないですけどできるので、うん、勝手に CM ソングを作りたいと思います。これからちょっと CM ソングになり得るものを買ってきてその CM を作るという形でありますのでよろしくお願いいたします。どうぞお楽しみに。じゃあこれから変えていきます。何の CM 作ろうか、いっぱい自販機あるんで飲み物で作ろうかなと思うんですけど、なんかいいのある？いいんじゃない？これね、うん、ちょっとこれ買ってもらっていいですか？今ちょっとポケットに財布出せないので。雨がひどいぞ。雨なんてね、聞いてないもんね。雨は言わないからね、別に自分から。じゃあ買うのは大道ブレンドコーヒーオリジナル。当たらない、外れた。はい、じゃあこの曲を作ります。名前読んでください。大道ブレンドオリジナル。イエーイ。これ好きなよ。買ってきました。大道、まあ、暗いね。買ってきました。大道ブレンドオリジナル。大道ブレンド、まあ、ここもちょっと暗いですけど、大道ブレンドオリジナル買ってきて、この曲をちょっと今から CM ソングで作ります。まずさ、ここ、あ、これいいね、うん、これですね。ちょっとまずキャッチコピーからね。まずこのコーヒーは1975年に生まれてます、はい、僕より9歳年上ですね、うん、年上で、キャッチコピーが華やかな香り、軽快な余韻。やりましょう。これちょっとぜひ歌詞に入れたい。なるほどね。そうそう、だからコーヒーのイメージっていうと、俺のイメージで言うとなんかボザノバとか、そんなイメージなんだけど、あんたそうじゃない？原産国がそんな感じじゃない？そうだよね、ブラジル、ね、南米の方だね。南米で原材料はですね、牛乳、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、乳化剤、まあ、ちょっとわかんないですけど何が入ってんのか、ちょっと味をまずちょっと見てみたいなと思いまして、開けます。影になってるよ。なってる、ね、でも難しいんだよこれ。あ、開きました。どっち飲むか、最初はグー、最初いいですか？いただいて。あ、うまいですね。まあ、ものすごい食レポ。食レポというか、これでちょっと味のイメージを。うん、甘い。苦味がそんなにないから。うん、なんだっけ、キャッチコピー。なんつった今。キャッチコピー。華やかな香り。あ、そうですね。華やかさを感じる気がします。軽快な余韻。うん、すっきりだった。そう、すっきり。多分、それすっきりは軽快から来てる。なるほど。ちょっとこれで、どんなコードかお互い探ってみましょうかね。はい。はい、じゃあちょっと楽器の方に移ります。ででーっと。行きますか、じゃあ。ということで、勝手に大道ブレンドコーヒーの CM 作っていました。これからちょっとこのシリーズ少し続けていこうかなと思うので、なんかリクエストがあったら、Twitter かなんかで教えていただければと思います。いかがだったでしょうか？よかったら高評価とか押してください。チャンネル登録していただけると一番嬉しいかな。よろしくお願いいたします。では、ジョニクでした。ありがとうございました。バイバイ。なんか言えよ。いっぱい喋るから。間入れないから。そうか。ごめんなさい。あと、今年中にアルバム作りますね。おう。うん、あ、そういうのも入れるの？なんか、せっかく動画撮るのか入れた方がいいかな。なるほど。うん。うん。アルバムに入りますか、これ。入りません。入りませんか。多分、おそらく著作権に引っかかるんで。大道ブレンドコーヒー。暗いわ。大道って言っちゃってるもんね。そうだね。だからね、下手したら変な広告する。ウィルとかでごまかせばいい。入る。ピーエル歌ったところ。じゃあまた、バイバイ、ジョニコでした。